皆さんこんにちは。今日も動画のご視聴ありがとうございます。ね、早いもんでも12月だしね。本当にもうそろそろ1年間経ちましたんで、1月からね、医療費についてね、ちょっと今日はお話をしていこうかなと思いますね。私の周りでも将来の不安なんでね、医療費のために貯金をしてるんだよっていう人もちらほらいらっしゃるんですけど、いくら一体ね、貯金すればいいのっていう話をちょっと今日していこうかなと思うんですけど、まあ具体的な話はちょっと金額についてはね、いくら算出は私はできないんですけど、私がね、一体今乳がんになって年間いくら払ってるのっていう話をちょっと今日はしていきます。ね、そろそろね、年末になって、年間いくらかかりましたっていうね、動画を上げてらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、ちらほらね、いらっしゃいますけど、ある方がね、年間15万で住んでるんで、がん保険はいらないって言ってるね、極端な方がいらっしゃったんですけど、年間15万で住んでんの、いいなーって思ってます。15万で住めばいいですよね。まあもちろん、がんって一口に言っても、がん種によって治療方法も違えば、その人のね、状態によっても、治療方針も違うんで、まあ皆さん一概に一緒とは言えないんでね、まあ15万で住む方もいらっしゃるんだなーっていう話なんですけど、私は、上限限度額っていうのを目いっぱい使ってます。毎月。毎月です。ね。その方って私に自分の方っていうのおかしいんですけど、そういう場合のケースは一体いくらかかるの?っていう話をしていこうかなと思います。15万じゃ済みません。はい。ということでですね。まあ、がんの治療に関して、かかってる医療費、何があると思いますか?そうです。一番高いのは薬代。ね。二番目にかかっているのが診察代。で、三番目が、今私緩和ケア受けてますね。緩和ケア科のお金。そして、毎月ではないんですけど、検査代。検査代も高いです。ね、それを、年間いくらっていうのをちょっと発表していこうかなと思います。まずね、内訳なんですが、医療費のね、上限限度額っていうのがあるんですね。日本はそういうところが本当に手厚い。うん、ただ、ちょっと今回はね、あまり詳しく話をしません。そのことについては。それね、以前に動画を上げております。なので、後でリンク貼っておきます。上限限度額。ね。医療費の、再生リストの医療費の中にそれがあるんですけど、ナンバーちょっと忘れちゃったんで、後でリンク貼ってきます。23番か21番か、どっちかだったんですけどね。そこでお話ししてます。上限限度額。これね、申請しないと適用にはなりません。はい。ということで、まずね、私の高い薬代、これいくらだと思いますか ?1 ヶ月。ねえ。もちろん今、3割負担、そして、上限限度額受けてるので、減額にはなってるんですけど、これね、3割負担になる前、限度額になる前の金額が、なんと1ヶ月ですよ。私の薬代。48万8660円。ああ、48万超えですよ。1ヶ月。まあ、それがね、日本の制度は本当手厚いですね。保険で3割負担、そして上限限度額適用になって、今毎月その薬に対して払ってるお金が、44,400円です。44,400円。ね。これ、先ほども言いましたけど、申請しないとこの額にはなりません。申請方法についても過去の動画で上げております。ね。それさっき言った動画の中にありますんで、また後で見てください。44,400円。で、あと診察代ですね。診察代は、これ月一診断なんで、月一の診察、初診料っていうんですか、あれも入ってて3230円。これ乳腺外科にかかってるお金です。
あと緩和ケア科、緩和ケア科は同じ病院内なんで、私がかかってるのは320円だけです。320円だけで、この3つが基本的にかかってるんですね。これ12ヶ月ですよ。1ヶ月がこれなんで、12ヶ月分払って合計が575,400円。575,400円ですよ。ね。それプラス検査代。これがまあ今年一なんですけど、これがね、CT とか MRI とか骨伸知。これバックリトなんですけどね、32,000円ぐらいです。3つの合計が。バックリトっていうのは、同じ日に受けられないことが多いので、そうするとまた別途ね、なんだろう、月の初診代だとか、いろんなものがかかってくる場合があるので、ばっくりとですけどね、そのぐらいかかってます。ということは、この全部を足して年間いくら払ってると思いますか？なんと、自己負担額、607,400円。これだけ払ってます。60万超えですよ。ねえ。今、その貯金をされてる方、月にいくら貯金できてます？ねえ。例えばですよ。例えば、いや、頑張って1万だなっていう方、ねえ。月に、年間で60万も貯金できないですよね。本当に。高額のね、本当に高収入の方は別ですよ。お金に余裕のある方はね。本当別、本当に、住む世界が違うんでね、そういう方とはまたちょっと別世界の話をしてるんですけど、ね、607,400円。本当に痛いです。ね、ただ、日本の制度はこれだけでは終わりません。これね、もう一回申請ができるんです。申請が。払い戻しの申請ができるんです。ね、皆さんのお手元にこの医療費のお知らせっていうね、おはがき来ませんか？私のところにはこれ4ヶ月に1回来るんですね。4ヶ月に1回ってことは年に3回来るんです。で、そこに書いてあるんですけど、月に21,000円以上の自己負担があった場合には申請ができます。払い戻しの申請ができますっていうのがあるんです ね。まあ、その内容についてもまたね、過去動画で上げております。それがさっき言った23番か21番、どっちかです。ごめんなさい。ばっくりでごめんなさい。ね、後でそれもリンク貼っとくんですけど、申請ができます。払い戻しがもらえます。で、私も、今年3回やっていて、2回もらってます。で、1回最後のやつはまだ確定、金額の確定が出てないので、ちょっとここがまだわからないくはあるんですけど、おそらく1回目2回目と同じ金額申請してるんで、同じ金額がもらえるはずです。そして1回にもらった金額っていうのが、だいたい私は38,000円ぐらいなんですね。38,000円、それが年間で3回もらえるんです。3回。そうするとそれの合計金額が114,000円、払い戻しがあるんですよ。ということは、それをこの607,400円から差し引くといくらになると思います？493,400円。ね。まあ、ほぼほぼ50万ですよ。自己負担。まあ、だってこれ、別途ね、交通費もかかってるわけだし、治療費の他にね、交通費もかかってたりとか、あと私、骨に転移があって、近々ランマークっていうね、薬で骨の治療が始まる予定なんですけど、副作用でね、顎骨壊死って、顎の骨が、壊死しちゃう場合があるんですよね。なので、その治療を受ける前に、今、歯医者に、たらふく通っていて、たらふくですよ、本当に。で、もう、歯医者さんもね、別の、外のね、外部のね、病院に行ってるんで、それもまた別途でかかってるんですね。なんで、まあ、それを含めない金額です。50万ですよ。でかいですよね。預金できます？年間50万。ね。今本当に薬が良くなって、長生きしちゃうんですよね。うん、まあ私わかんないですけどね。来年になったら調子悪くなってね、ポクっていっちゃうかもしれないんだけど、もうこの元気だったら多分ね、先生も5年か10年かなんていう話をされるんですけど、
ね、生きちゃう可能性があるんですよね。でも私のこの薬っていうのは、まあ、ステージ4でもあるし、あの一生飲み続けなきゃいけないって言われてるんですね。一生ってことは生きてる間ずっとこの金額発生するんですよ。しんどいですよこれね。まあ、もちろんね、今私はがん保険が降りて、それで賄ってるんですけど、まあ、これが尽きた時にはね、まだ受けられる制度があるって聞いてるんで、障害年金だったりとか、あとなんだっけ、生活保護になればね、また医療費も変わってくるっていう話も聞いてるので、まあ、詳しい話はね、もうちょっと先になったらね、ちゃんと調べて、また皆さんにも報告しようと思ってるんですけど、今のとこはね、だからその50万ですよ、かかるんですよね。でそこでがん保険の話なんですけど、私もやっぱり告知受けてすぐにね、がん保険受けてかけててよかったって思った口なんですね。もうあれがなかったら本当に治療諦めてた。本当に助けられました、がん保険にね。確かにね、まあ、私が払ってたがん保険って結構高額だったんで、もう見直ししようっていうタイミングで、まあ、がん保険、がん特約もいらないななんて思ってた時にね、がん告知だったんで、いやもうギリギリセーフだったんですよね。本当に解約しなくてよかったっていうタイミングだったんですけど、ね、あれがなかったら本当にね、今頃どうなってたかわかんないです。ね、だからまあ皆さんも考え方はそれぞれなんでね、保険払うお金もったいないしね、がんになるかどうかもわかんないから、その分おいしいもん食べていい暮らしした方がいいじゃんって思う方も当然いらっしゃると思います。でも今がんは2人に1人って言われてます。怖いですね、本当にね。でもがん保険の回し物じゃないんだよね、私もね。皆さんに受けた方がいいよって、まあ、強要するつもりはさらさらないんですけど、私は助けられました。あとはもう損得勘定だと思います。自分が払った金額といただいた金額どっちが多いかっていう損得勘定だと思います。私はちなみに、まあ、長年払ってたんでギリギリもらった金額の方が多かったです。多かった。でしかもそれを貯金しようかって思ったら、貯金なんかもう絶対できなかったと思う。だからやっててよかったなっていうのが私の感想です。まあ、あとは皆さんね、自己判断されて、保険屋さんとかにね、聞かれてね、よくよく相談されて、どうされたらいいのかなっていうのはね、相談されるべきだとは思いますけど、ね、本当に。まあ、がんにならないことが一番なんでね、なんだけど、がんもね、これいろいろ予防策とか出てますけど、細胞の突然変異だったりとかするので、まあタバコを吸ってるとかね、添加物とかね、ソーセージがダメとかいろいろ言われてますけど、そういうのをねもう気にしてやめてた方でもなるときはなっちゃう病気なんで、本当に、まあ、なった方はもう自分責めちゃダメですよ。本当、何が悪かったとかっていう話じゃない、本当に、外れくじ引いちゃったぐらいの感じですよ、本当にね。はい、ということでね、まあ、ちょっと最後うだうだ喋っちゃいましたけど、この動画がねためになったよとか参考になったよっていう方がいらっしゃったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。皆さんお元気で、バイバイ。